落中落外図。落中落外図は、京都の市街、落中と郊外、落外の景観や風俗を描いた、屏風絵である。2点が、国宝、5点が重要文化財に指定される、2016年、現在など、文化史的、学術的な価値が高く評価され、美術史や建築史、及び都市史や社会史の観点から研究されている。戦国時代にあたる16世紀初頭から、 江戸時代にかけて制作された。現存するものの中で良質なものは三十から四十点とされる。落中落外図は十四世紀以降の屏風の定型である六曲一層形式であることが多い屏風の構造三章。落中落外図は右席に京都東方面、左席に京都西方面が長官図として描かれることが一般的である。 戦国時代の景観を描いたものを、初期落中落外図と呼ぶ。右石に台を中心にした、下行の街並みや、鴨川、祇園神社、東山方面の名所が描かれ、左石には、久保御所をはじめとする、武家屋敷や、船岡山、北の天満宮などの名所が描かれている。また、初期落中落外図屏風を向かってみると、右石では、上下が、東西、左右が、 北南となる。一方、左席では、上下が西東、左右が南北となる。こうした、初期落中落外図屏風の形式は、第一形式とも呼ばれる。初期落中落外図は、四点が現存する。江戸時代の落中落外図では、右席に代理と大仏方向時、左席に二条条を描くものが多く、第二形式とも呼ばれる。落中落外図は、式絵、または、 月次への要素を持っている。特に初期楽中楽外図。季節を表す風物や行事が多数描かれ、例えば、祇園会の山ぼこを書き込むものが多い。初期楽中楽外図では、右席に春夏、左席に秋冬の風物や行事が描かれている。これは、古行説に従って四季を東西南北、つまり北に冬、厳冬、東に春、青春、南に夏、 主夏、西に秋、白州を廃したものと考えられている。ただし、季節区分には、例外も多くある。落中落外図には、数千人の人物が描かれており、その人物否定や職業、生活の様子、服飾、髪型などは重要な研究対象になっている。三条西サネタカの日記である、サネタカ後期の永昇三年、1506年の次の、 記述が、落中落外図に関する最古の文献資料とされている。関路寺中納言来る、越前朝倉屏風を新調す、一層に京中を描く、土佐おさかべ大介、更新新図、最も沈潮のものなり、一見京ありさねたかが、従とこの関路寺も都庁から、土佐更新作の京都を描いた越前、朝倉家発注の屏風を見せられ、珍しく興味深いものだったという感想を、 記述していると解釈されている。当時の越前朝倉家の当主は朝倉忠氏家で、関与寺家とは隕石関係があった。この屏風は現存しない。戦国時代の景観が描かれた初期落中落が伊図は次の四点が現存している。国立歴史民族博物館所蔵。三条家に伝来しの地に町出しの所蔵になった経緯から三条房にあるいは 町田本とも言う、1940年、昭和15年に重要文化財に指定されている。絵の内容から、中心芝居は1525年、大英5年4月に成立した、細川知規国の新政権と、細川高国で、景観年代と制作年代も、その時期、作者は、かのも信のぶ及びその周辺の仮の林と、推定されている。描かれた人物の多くは、 明王年間、1492年から1501年、五路制作の職人歌合わせである32番職人歌合わせ、及び71番職人歌合わせの職人たちと対象できる。東京国立博物館所蔵。屏風への扇ごとの写しで、右石台五線が結出して十一幅が現存している。下場に記載された模写した人の名前から、江戸時代前期の遠方年間。 1673年から1681年に、鹿野中橋家の門人たちによって模写されたものとされている。原本は現存せず、模写までの伝来も不明である。絵の内容から、発注者は、阿波細川家の関係者、景観年代及び、制作年代は1539年、天文8年から1545年、 天文14年の間、作者は仮の林と推定されている。米沢半半主の上杉家に伝来したもので、米沢市上杉博物館所蔵、織田信長から上杉謙信に贈られた、か野英徳の作品とされている。1995年に国宝指定。絵の内容から、景観年代は、室町幕府十三代将軍、足利義輝の時代で、 A64 年1561年以降と推定されている。また、絵が完成したのは A68 年1565年9月3日、織田信長から上杉謙信に送られたのは天正2年1574年3月とされている。上杉本は次のような経緯を経て、上杉家に伝来したと推定されている。足利義は上杉謙信に落して、 完了に就任せよというメッセージを込めて送るため、落中落外図を、かの英徳に発注した。しかし、英六八年五月に、吉輝が、記号の死を遂げた結果、同年九月に完成した絵は、英徳のもとに留まった。織田信長が上落した後の天正二年、英徳は信長に接近した。落中落外図のことを知った信長は、当時同盟を結ぶ必要があった剣信に絵を送った。 上杉本は、1911年、明治44年の福井力一郎による歴史地理学会での講演で、織田信長から上杉謙信に送られた確実な証拠のある、かの英徳の作品として紹介され、学会及び一般に知られるようになった。信長から謙信に送られた証拠となるのは、越差資料に所集された、上杉年譜などの書資料である。上杉本が、 英徳作品であることに異論を唱えたのは、1988年に発表された今谷明の論文である。今谷は描かれた武家屋敷や寺社建築、武士の構想などを検証した結果から、上杉本の景観は、天文16年、1547年5月から、うるう7月に限定できるとした。また、上杉本の作者は、天文16年時点でわずか4歳だった。 加野英徳ではないこと、信長から謙信に送ったとする、上杉すぎ年譜の記述が疑わしいことを主張した。それに対して、美術史屋からは、落款、筆跡、画風を再検討した結果、上杉本はやはり、加野英徳の作品であるという反論がなされた。瀬田克也は景観について、すでにないものであってもあるかのように描く、復元表現の可能性があることや、 三吉区前提に a 禄四年1561年に新築された記録のある歌舞伎門が描かれいることから a 禄四年以降のものだとした。黒田秀夫は、上杉年譜について再検討した結果、その元となったと考えられる、検信校御書集の次の記述を発見し、上杉年譜の記述は信じるべきものとした。同年3月、微州織田信長、多滅海助、 笹一米塚植え図布、秘蔵病部一層、エコー、蚊の原子老亭心、入道英徳祭、A68 年9月3日への、花、楽人、日を呼び、書冊現在では、黒田らが主張したように、上杉本は足利義輝の依頼で、蚊の英徳が制作して、織田信長が、植杉謙信に送ったことが通説となっている。国立歴史民族博物館所蔵。 1985年に古美術賞が所蔵している時に初めて公開されたため当時の所蔵者名から公橋元とも呼ばれる。絵の内容から景観年代及び制作年代は上杉坊によりも後の1580年代作者は加の松江、英徳の父及びその周辺の仮の林とする説が強かったが近年では英徳の弟 かの胸秀周辺の作とする説が提示され、胸秀工房作の経営名所図線面の表現と比較しても、その改然性は高い。江戸時代以降も、落中落外図は多く制作された。高く評価されているのは、17世紀前半に制作されたもので、国宝、重要文化財に指定されているものは、次の4点である。東京国立博物館所蔵。 1958年重要文化財指定。2016年国宝指定。左席に二条城、徳川、右席に、方向時代仏殿、豊臣を対比的に描いている。慶長年間の京都を描き、従来からその特徴ある人物表現から岩佐マタベイの工房の作と言われてきたが、近年ではマタベイ本人の作との説が有力になりつつある。 中心に大きく市街地を置き、歌舞伎小屋や遊女屋などの都市風俗や庶民の生活が生き生きと描かれており、楽中楽街図の中でも個性的である。また、初期楽中楽街図では必ず描かれていた郊外の風景が描かれていない。富山県高岡市にある昇工寺に伝わるもの。1994年重要文化財指定。 二条城と方向時代仏殿を対比させている。玄奈年間の京都を描き、仮の葉、加野隆信の作と言われる。林原美術館所蔵。1996年重要文化財指定。岡山藩の池田家に伝わったもの。図中に徳川和子時代行列が描かれているところから、玄奈年間の京都を描いたとされる。福岡市博物館所蔵。 2011年重要文化財指定。カノタカノブの作。経の全体を描く落中落外図の提携からは、外れ、二条城も大仏殿も描かれていない。右席に寺町通り沿いの店舗や清水寺など、左席に、鴨川以前の景観を描いている。カノタカノブ作という説が有力。朝鮮通信誌が描かれているものがあることも江戸記の、 楽中楽外図の特徴の一つとして挙げることができる。10点ほどが知られており、代表的なものとして、今井長本、奈良、個人像、六曲一層金止着色、守護花本、富山、個人像、六曲一層金止着色、紀州徳川家球像とされる米、ボストン美術館のものなどがある。楽中楽外図屏風作品一覧、K. 文広図録、2015、 tp 213から216を元に作成。ただし、楽中落外図は、毎年のように進出本が紹介されており、これからも増えることが予想される。筋勝手項目の、逆順は、逆勝手がある字で順勝手が一部にあるもの。順、逆は、順勝手と逆勝手が、相掛ばするもの。楽中落外図美容部文献目録に、 藤原茂雄による詳細な文献一覧がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。